皆さんこんにちは、くーです。はい、今日はですね、嵐の二宮和也さんの僕の好きな髪型を発表していきたいと思います。過去にですね、松本潤さん、桜井翔さん、相葉雅紀さんの3人を発表させていただいたんですけど、今日は二宮和也さんで4人目になりますね。二宮さんは髪型とか髪色変えるのって他のメンバーと比べてどうなのかなと思ったんですけど、松本潤さんとか相葉雅紀さんは髪色変えたりとか髪型変えたりとかっていうのが多いと思うんですけど、二宮和也さんはメンバーの中で言ったら多分ちょうど真ん中ぐらいなのかなっていう、全く変えないわけじゃないですけど、そんなに頻繁に変えてるイメージもないかなっていうので、もしかしたら皆さんと僕の思う好きな髪型っていうのが一緒になることがあるかもしれません。では早速いきたいと思います。まず第3位です。第3位は、はい、こちらになります。まあ、二宮和也さんといったら一番これがイメージ湧くんじゃないのかなって僕は個人的に思うんですけど、まあこの写真はあの二宮さんのドラマの流星の絆の写真になるんですけど、無造作のミディアムスタイルで二宮さんの定番スタイルといっても、まあ、過言じゃないかなっていう感じですね。この髪型から発生させてちょっと前髪上げたりとかっていうことはあると思うんですけど、基本的に前髪も流して襟足とかも肩にちょうどつかないかなぐらいの長さなので、まあ、結局のところ二宮さんはこの髪型一番似合うんじゃないのかなと僕は一番思います。続きまして第2位です。第2位は、はい、こちらになります。はい、こちらはですね、秘密の嵐ちゃんという番組であった写真を使ってるんですけど、まあ、二宮さんではかなり珍しいアッシュブラウンのスタイルですね。二宮さんは黒髪か焦げ茶色ぐらいの髪色が多いと思うんですけど、多分一回ブリーチとかをして金髪にしてから多分この色入れてると思うので、まあ、かなり珍しいカラーリングになるのかなと思います。この時は2012年ぐらいですかね、国立ダラフェスとかをやっていたぐらいだと思います。第3位の髪型と比べるとちょっと短めではあるんですけど、二宮さんは極端な短髪、極端な長髪っていうよりかは第3位とか第2位のようなちょっとなんていうんですかね、まあ、一般的にミディアムだったりとかちょっと短めって言われるような長さっていうのが一番似合うんじゃないのかなと思います。はい、では最後に第1位の発表となります。第1位は、はい、こちらになります。え、これ第3位と何が違うのって思われるかもしれないんですけど、第1位はちょっと髪型とか髪色っていうよりはどちらかというとセットの仕方っていうところでちょっと第3位第2位とはちょっと変わってくるんですけど、多分長さで言うと、多分基本的な長さで言うと第3位のミディアムヘアと大して変わらないんですけど、2008年のトゥルースの PV の時の写真なんですけど、髪の毛を片耳にかけるスタイルで片方はもう流しているそのままっていうのが、まあちょっと足目ってわけじゃないんですけど、この片耳をかけることによって二宮さんのこの爽やかさっていうのも出るのと、流してる方の髪の毛で片目が隠れたりするなんか色気とかも出るので、ちょっと第1位は髪型とかっていうよりはセットの仕方ちょっと違いっていうところで発表させていただきました。ちなみになんですけど、こちらの写真はミュージックステーションで歌っていたモンスターの時なんですけど、この時も片耳かけてますね。なのでいつの時の二宮さんっていうわけじゃないんですけど、番組とかでもたまに耳かけしているので、多分まあ、あのファンの方々だったら分かってくれるんではないのかなと僕は思っています。はい、今日はですね、二宮さんの僕の好きな髪型トップ3を発表させていただいたんですけど、次回はあの大野智さんの僕の好きな髪型トップ3を発表できたらなと思っています。ぜひ今日の動画がちょっとでもいいなと思いましたら、高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。